今回は突然失踪してしまった漫画家さんをまとめてきました。世間を騒がせた衝撃の失踪劇を5名厳選してご紹介してまいります。まず一人目にご紹介するのは鈴木健也先生です。鈴木先生は角川が発行する月刊漫画雑誌コミックビームにて2005年に読み切りを掲載し漫画家デビューを果たします。そして3年後の2008年には同じく角川の漫画雑誌フェローズにて初の連載作品となるろうそく姫の連載がスタートするんですよ。ろうそく姫は修道院に追放された王女とその王女に仕える侍女の2人を中心に修道院で巻き起こる騒動を描いた作品です。この作品、大ヒットとまではいかなかったものの、高い画力や細やかな感情表現が評価されていたんですよね。それから2014年に角川が運営するポータルサイトコミックウォーカーにて自身2度目の連載作品でありながら代表作となる教えてギャル子ちゃんの連載をスタートさせます。ちなみに教えてギャル子ちゃんは3人の女子高生ギャル子とオタ子とお嬢様が日常生活から思春期の女子のありとあらゆる事情まで様々なガールズトークを繰り広げる作品です。この作品の特徴として基本的に物語が1話完結型で進んでいくんですよ。でサブタイトルが〇〇って本当ですかっていう感じでちょっとした疑問や話題を主人公たちがガールズトークで答えていく斬新な作風が面白いんですよね。その後教えてギャル子ちゃんはアニメ化もされて一躍大ヒットし鈴木先生は人気漫画家の仲間入りを果たします。こうして漫画家としてより充実した人生を送っていた2021年に突如として鈴木先生は失踪するんですよね。事の発端は2021年12月6日にツイッターにて鈴木先生が夕方頃から連絡が取れなくなり現在消息不明ですと鈴木先生の知人によってツイートされたことから始まります。このツイートは鈴木先生を心配する読者によってみるみるうちに拡散されていき警察にも捜索願いが出されることになり大騒動へと発展するんですよ。ですがその8日後の12月14日に鈴木先生無事発見されましたという報告ツイートが流れるんです。どうやら鈴木先生に怪我などは見られなかったようで読者も一安心だったんですよね。しかし発見されたにもかかわらず鈴木先生のツイッターが全く更新されなかったんですよ。そのためまさか病気なんじゃね本当に見つかったのかという様々な憶測が飛び交っていたんですよね。まさに教えてギャル子ちゃんと言わんばかりの謎状況の中その真相は警察による衝撃の発表によって解決されることになるんです。発見報告ツイートから6日後の12月20日なんと鈴木先生が逮捕されたというニュースが報道されたんですよ。なぜ鈴木先生が逮捕されたのかを簡単にご紹介すると輸入してはいけないものをこっそり輸入していたからなんですよね。というのも鈴木先生曰く日本では手に入らない海外の子供の裸が載った写真集がどうしても欲しかったそうなんです。そして鈴木先生の自宅から46冊もの写真集が見つかったことやドイツから新たに6冊の写真集を輸入していたとして鈴木先生は逮捕されました。この事件によって教えてギャル子ちゃんは連載休止とこれまでの掲載ページが公開停止になってしまうんですよね。一連の騒動に対して読者からは心配してた気持ち返せよもう作品見れなくなっちゃうのかな残念という複雑な感情を持つ声が多く上がっていました。ちなみに逮捕から約3ヶ月後の2022年3月29日に鈴木先生は謝罪文をツイッターで更新したんですよね。これに対して読者はいつか復活することを期待しています次回作待ってるぞというような応援コメントが多く見られました。今後鈴木先生がどんな活躍を見せてくれるのか大変気になりますね。続いて2人目にご紹介するのは臼井義人先生です。静岡県で生まれ埼玉県春日部市で育った臼井先生。そんな臼井先生は埼玉県立春日部市工業高校を卒業後スーパーのアルバイトで生活しながらデザイン系の専門学校に通っていました。その後広告関係の会社に入社した臼井先生はお店や売り場にあるポップ広告を作成する仕事をしていたんですよね。で仕事の傍ら漫画を描いていた臼井先生は1987年に堕落屋ストア物語で漫画家デビューを果たします。ちなみにこの堕落屋ストア物語は臼井先生がスーパーでアルバイトしていた頃の体験談をもとに堕落屋という名前のスーパーを舞台にした4コマ漫画です。この作品には明確な主人公がいないんですが読者の間では堕落屋の創業者である二階堂慎之助が主人公と言われているんですよね。
で、ダラクヤストア物語のコミックス3巻で、二階堂の少年時代からダラクヤの社長になるまでのエピソードが掲載されたんですよ。そして、このエピソードを読んだ当時の編集者からの、この二階堂を独立させて、一つの漫画にしたら面白いのでは?という提案によって、1990年に、今や国民的人気漫画である作品の連載がスタートするんですよね。その作品とは、幼稚園児の野原しんのすけが巻き起こすドタバタな日常を描いたギャグ漫画、クレヨンしんちゃんです。本作は、双葉社の週刊ウィークリー漫画アクションで連載され、1992年にテレビアニメ化されました。さらに、翌年には初の劇場版が公開され、社会現象となるほどのクレシンブームとなるんですよね。それから、漫画やアニメ、劇場版などでヒットし続けたクレヨンしんちゃんは、2000年に掲載誌を漫画タウンへ移して、その後も人気漫画として連載を続けました。そんな中で迎えた2009年9月、臼井先生が失踪し、警察に捜索願いが出されたという衝撃のニュースが報道されたんです。事件は、臼井先生が一人で、登山に行くと言って出かけた2009年9月11日に起こります。実は臼井先生は登山が趣味だったそうで、この日も早朝から群馬県と長野県の県境にまたがる荒船山に電車を乗り継ぎながら向かっていたんですよ。で、タクシーで登山口まで向かったところを目撃されてから臼井先生と連絡が取れなくなってしまいます。それから臼井先生が翌日の朝になっても帰ってこなかったため、捜索願いが出されるとともに様々なメディアで取り上げられる事態となるんですよね。超有名人の失踪事件とだけあって、読者を含む多くの方々が心配と驚きを隠せませんでした。そして失踪から8日後の9月19日、荒船山にある高さ120メートルの崖下に転落している男性客がいるという通報が登山客から消防署に来るんですよね。で、翌日の9月20日、捜索隊によって調査されるんですが、見つかった遺体の損傷が激しすぎて、最初は誰だかわからなかったようです。結局、残された歯から歯型を取ることで身元を分析し、遺体が臼井先生のものであると判明したんですよね。また警察によると、臼井先生の持っていたカメラの最後のデータが、崖の下を覗き込むようにして撮られた写真だったため、足を滑らせてしまったのではないかと言われています。この突然の出来事に、突然すぎて心の整理ができない、冗談でしょう、辛すぎると悲しみに暮れる読者で溢れ返りました。臼井先生が亡くなった後、すでに入稿されていた分の原稿があったため、クレヨンしんちゃんは2009年の12月号まで連載が続くことになるんですよね。その後、臼井先生の提出されてない原稿が発見されたため、それも含めて2010年3月号まで連載が延長されることになりました。そしてこの連載終了後、編集部が臼井先生の家族と相談した結果、アシスタントを中心とした臼井義人 &UI スタジオ名義で新クレヨンしんちゃんが2012年に連載開始されることになるんですよね。新クレヨンしんちゃんは臼井先生の世界観が忠実に再現されている作品です。ただ最初はスタッフだけでクレヨンしんちゃんを描くことの不安が大きく、ファンに受け入れてもらえるかビクビクだったそうなんですよね。ですが、そんな不安を取り除くかのように、ファンから寄せられたのは感謝のコメントばかりだったそうです。こうして悲惨な事故の後も臼井先生の意志は強く受け継がれており、現在も多くのファンを喜ばせ愛される作品となっているんですよね。一ファンとして心よりご冥福をお祈りいたします。さて、3人目にご紹介する漫画家さんは東秀夫先生です。東先生は幼い頃に十二指腸潰瘍という病気で入退院を繰り返す病弱な子でした。その影響からあまり学校に行けなかったため、東先生はご自身のことをちょっとバカなんですよと語っています。それから東先生は漫画家になるための入門書として、一人の漫画家の人生をまんま映したような漫画家入門という作品を読み、漫画家になろうと夢を見るんですよね。高校時代には漫画愛好団体であるグラコン北海道支部に参加し、漫画愛をさらに深めていきました。その後、高校を卒業してから漫画家のアシスタントとして働き始め、仕事しながら週刊少年サンデーや漫画王などの漫画雑誌に無記名で漫画を投稿していたそうなんですよね。そしてついに1969年に漫画王にて漫画家デビューを果たし、翌年の1970年には二日酔いダンディーで連載を勝ち取るんですよ。二日酔いダンディはギャグと SF が融合した作風で、東先生ワールド全開の作品なんですよね。
で、この作品の連載から2年後の1972年に東先生の代表作となる2人と5人が週刊少年チャンピオンで連載をスタートするんですよ。ちなみに2人と5人はモテない主人公が先輩からモテる方法を教えてもらっていると同じ容姿をした謎の5人の美少女に一目惚れしてしまう物語です。この作品はハレンチコメディ路線で売ろうとしていた編集者が熱心に担当していただけあってお色気シーンが多かったんですよね。その作風が大きな人気を集めていたんですが、もともとギャグと SF に興味があった東先生にとっては不本意極まりない作品だったそうです。というのも常に編集者からエロを要求され続けていたようで、自分の理想とのギャップに苦しんでいたんですよ。そんなこともあって東先生は連載終了を何度も何度も編集部に申し出ていたようです。しかし人気がなくなるまではできないと言われ、泣く泣く連載を続けていたんですよね。その後のインタビューで東先生は、本当に書き直したいね、今からでも、あれは出力 20% 程度で書いていたと言っています。そんなこんなで人気漫画家となった東先生はその後も2年連続で新連載をスタートさせることになり、当時月刊で書いていた原稿数は130ページ以上だったそうです。また1976年に2人と5人の連載が終了すると、それまで書きたかったギャグと SF の作品を復活させるんですよ。それからは様々な作品を執筆し、中には同人誌やエロ漫画を書くこともあったんですよね。またアニメ化するほどの人気作品を2本も生み出し、超大忙しの日々は変わらず続きます。こうして漫画家として忙しい日々を過ごしながら、奥様やお子さんにも恵まれ順風満帆な人生を送るのかと思いきや、予想外の失踪事件が発生するんです。それは1980年代の半ば、突然東先生は約8年に及ぶ沈黙期に入るんですよね。この期間は一日中酒を飲んでは寝るという日々を繰り返していて、うつの症状まであったようなんですよ。そして1989年11月、突然いなくなってしまいます。実はうつ症状が重くなったことで山で首吊り自殺をしようとしたそうなんです。ですがこれは失敗に終わり、結局そのままホームレスとして一人雑木林で暮らし始めるんですよね。この予想外の失踪は約3ヶ月にも及び、多くの読者に衝撃を与えました。で、結果的に駅前で警官に見つけられ保護されることになるんですよね。しかしなんと2年後の1992年にもう一度失踪するんですよ。それは1992年4月のこと。東先生は出版社に宅急便で原稿を送ると言って出かけて、そのまま姿をくらましました。そして同年の8月頃、アルコール中毒者の知人にスカウトされて、大手ガス会社の下請け会社で偽名を使って配管工として働き始めるんですよね。この時肉体労働続きで無性に漫画が描きたくなった東先生は、社内報で4コマ漫画を描くこともしていたそうです。ただ誰からも人気漫画家と気づかれることはなく、雑誌や広告の挿絵などを20年近くも描いてきた人という認識をされていたそうなんですよね。てな感じで、1度目よりも長い2度目の失踪生活を過ごしていた時、アル中の知人からもらった自転車が盗難車であったために、東先生は警察から職務質問を受けることになるんです。結局東先生を保護しましたと家族に連絡が届き、約4ヶ月にわたる失踪生活は幕を閉じることになりました。それから1998年に重度のアルコール依存症を発症した東先生は、気功や自殺未遂を繰り返すようになってしまい、家族によって病院へ強制入院させられることになるんですよね。で、東先生は約3ヶ月に及ぶアルコール依存症の治療プログラムを受け、無事退院することになりました。その後2005年に2度の失踪と治療プログラムでの体験をもとに描いた失踪日記をリリースし、数々の漫画賞を総なめにしているんですよね。こうして再び人気漫画家へと返り咲いた東先生に対して、ファンは、まさかこんな壮絶な日々を送っていたなんて、これは本当に衝撃を受けたと驚きを隠せなかったようです。続いて4人目のご紹介は熊倉雄一先生です。熊倉先生は高校を1学期で中退した後、フリーターをしながら漫画を描く日々を過ごしていたそうなんですよね。で、1994年に漫画家デビューを果たすと、翌年の1995年に初の連載作品となる大泥棒陣で人気を集めます。ちなみにこの作品、高い画力と痺れる演出が見どころで、編み込み風の絵にスピード感ある演出が最高、
モブキャラや小道具一つ一つにこだわりが見えるとコメントがつくほど熊倉先生の才能が溢れ出ている作品なんですよね。熊倉先生初連載作品でありながら伝説の作品とまで言われている本作、ざっくりあらすじをご紹介します。本作の物語の主人公は超有名な大泥棒の家系である大泥棒一族の末裔のジン。このジンはとびきりクールな性格をしていて、キザなセリフが特徴的なキャラなんですよね。そんなジンの相棒はまだ卵だった頃から一緒に行動しているキールという黒い鳥なんですよ。ちなみにキールは人間と会話できる特徴があって、ジンとは正反対のお調子者の性格をしているキャラなんですよね。それでいてジンとは相性ぴったりで、どんな時でも一緒に行動をしていました。実はこの二人にはとんでもない武器が隠されていたんですよ。どういうことかというと、ジンの右腕には刀が仕込まれていて、このジンの右腕とキールが合体できるんですよね。で合体するとキールのくちばしがなんと銃になるんですよ。この右腕の刀と合体技を駆使して戦うのが二人の必殺技でした。そして二人は世界中に眠る様々なお宝を盗むため冒険していたんですよね。そんな二人はコソ泥から大盗賊までありとあらゆる泥棒が集まる町を訪れてな感じのストーリーです。これだけでも斬新な世界観と独特なキャラクターの登場で面白そうですよね。個人的にはストーリーやキャラクターももちろん魅力的なんですが、とにかく絵が作り込まれていて見応え抜群でした。もし続きが気になった方は無料で概要欄に試し読みできるリンクを貼っておきますので、よかったらどうぞ。そんな大泥棒ジンは1999年にゲーム化、さらには2002年にテレビアニメ化もされ、より一層人気を集めました。ちなみに1995年から1998年まで連載された大泥棒ジンはその後掲載誌を月刊マガジン Z に移し、続編のキングオブバンディットジンとして連載されていたんですよね。ただ2005年の7月号で休載となり、その後の2009年には掲載誌である月刊マガジン Z も廃刊となってしまったんですよ。この時休載の理由については熊倉先生の病気療養のためとされていました。それから熊倉先生は10年以上にわたって音沙汰がなくなってしまうんです。こうして大泥棒ジンは漫画ファンの間で伝説の作品となるんですよね。しかし2016年に突然大泥棒ジンが再び話題になったんですよ。ことの発端は電子書籍プラットフォームである漫画図書館 Z において大泥棒ジンの電子版が配信されたことから始まります。この漫画図書館 Z は漫画家本人や出版社の許諾を得て、昔懐かしの漫画や惜しくもコミックス化されなかった漫画を無料で公開しているサイトなんですよね。そんな漫画図書館 Z でしたが、第三者が著者に無断で漫画をアップロードできるという機能があったんですよ。これは第三者に勝手にアップロードされた作品でも、そこから発生する利益は作品の権利者が現れるまで溜まり続け、最終的には権利者に配られるという仕組みだったんですよね。そのため注目を集めていた大泥棒ジンについても、サイトの運営者が熊倉先生に連絡しようとするんですが、返事は一切なく、連載していた出版社でさえ全く居どころがわからなかったんですよ。しかし2017年4月にようやく熊倉先生の居所が確認され、正式に講談社から電子書籍が出版されることも明らかになりました。このことに対してファンからは、もう一度あの最高な世界観を体験できるのか、熊倉先生にお金が行くならもちろん買いますと、長年の沈黙からの復活を喜ぶ声が多かったです。ちなみに漫画図書館 Z の勝手に作品をアップロードできる機能はいかがなものかということで、今では権利を持っている人だけがアップロードしても良いというルールに変更されています。今回最後にご紹介するのは吉澤康美先生です。吉澤先生は高校時代から同人作家として活動していて、漫画マニアと呼ばれる同人誌で漫画を投稿していました。そして高校卒業後には絶対漫画家になると母と弟に宣言して上京するんですよね。それから約2年も経たないうちに漫画マニアの主催者からの紹介を受けるんですよ。こうして週刊少年ジャンプに読み切り作品のど根性ガエルを掲載し、漫画家デビューを果たします。その後すぐにど根性ガエルは連載が決まり、2度もアニメ化されるほどの人気作となったんですよね。ちなみにこの作品は転んだ時に主人公のシャツに張り付いた人の言葉を話すカエルとともにドタバタ騒動を起こす姿を描いたギャグ漫画です。そんな超人気作を書いた吉澤先生も実は突然失踪した漫画家さんの一人なんですよね。
それでは失踪までの衝撃の経緯を見てまいりましょう。まず1970年から連載が開始したど根性ガエルは6年後の1976年に連載が終了します。それ以降も吉沢先生は数々の連載作品を書き上げるんですが、なかなかヒットする作品は生まれず、スランプに苦しむようになるんですよね。その当時は月刊誌と合わせて10本以上も書いていたそうです。で、結局吉沢先生は原稿用紙を見ると吐き気がするほどまでになり、漫画を書けない状況になってしまうんですよ。そんなこんなで訪れた1982年、仕事場へ向かう気力が出なかったという吉沢先生はそのまま電車で失踪してしまうんですよね。こうして東京へと向かった吉沢先生は当時麻雀にハマっていたため、新宿や渋谷の雀荘に直行するんですよ。その時はポケットに3万円があったらしく、それが全部なくなるまで負けたら帰ろうと決めていたらしいんですよね。しかし大の麻雀好きだった吉沢先生はかなりの腕前があったそうで、とにかく勝ち続けちゃうんですよ。結局帰る機会を失ってしまい、途中飛び降り自殺をしそうになりながらも、ついには1ヶ月半以上も麻雀生活を送るんですよね。で、ついに財布がすっからかんとなった吉沢先生は泣く泣く奥様に電話をするんですよ。すると奥様は、あんた帰ってらっしゃいと言ってくれたそうで、失踪したことに対して何の怒りも見せずに吉沢先生を優しく出迎えたそうです。この失踪に対して読者からは、漫画家過酷すぎだろ、失踪してギャンブル生活とかワイルドというコメントがありました。それから無職になった吉沢先生は約4年ほどの間、デパートの警備員や駅の清掃員などをしていたんですよね。するとそんな吉沢先生にある転機が訪れます。というのも、超人気テレビドラマの中でど根性ガエルに出てくるカエルの T シャツが使われていたそうなんですよ。しかもそれをきっかけにど根性ガエルが再ブレイクを果たすんですよね。それからというもの、パチンコや CM、 アパレルブランドなどで使われるようになり、安定した収入を得ることができたようですよ。ってことで、今回は突然失踪してしまった漫画家さんのご紹介でした。熊倉先生の伝説の漫画の試し読みは概要欄からぜひどうぞ。以上、漫画オタクの二宮でした。